ドガドガセブンをご覧の皆様、こんにちは。宮藤芳香役の福江美里です。今日はですね、ドガドガセブンをご覧の皆様にストライクウィッチーズという作品をご紹介するためにやってまいりました。私、守りたいんです。私にできることをしたいんです。この作品はですね、1940年代を舞台にした、現実とはちょっとずれた、こうちょっとパラレル入ったような世界の話なんですけれども、魔力を持った10代のこう若い女の子たちがいて、でその子たちがストライカーと呼ばれるこう足にですね、はめるような機械をこうまとって空を飛びながら、ネウロイというこう未確認生物といいますか、こう地球を滅ぼそうとしている変な生物たちと戦うっていうお話でございます。戦闘シーンもかっこよくてですね、女の子たちが空を飛びながらすごくこう大きい軍事機器を持って戦ったりとかするシーンももちろんかっこいいんですけど、なんかそれだけじゃなくって、女子寮みたいなこう基地の中でのこうそれぞれの女の子たちが思ってる気持ちとか、あと関わりなんかをこう、まあ、可愛く、そして時にちょっとエッチに描いた作品です。私の演じている宮藤芳香という役は、一番最近ウィッチーズに入った新入隊員の役なんですけれども、もともとすごく戦争が嫌いで、武器を持つのももちろんウィッチーズに入るのも嫌だと最初は断ったような女の子なんですけれども、いろいろなことがありまして、考え方を改めて、人を守るために戦う、人を守るために今自分ができることを精一杯やろうっていう考えに変わって、今はいろいろ訓練とか戦闘とか頑張っています。日本じゃないんですけど、すごくこう日本に近いような扶桑っていう国の出身で、あれです、皆さんからはこう田舎娘とか豆だぬきとか言われたりとかするような、こう素朴ですごく飾りっ気のない本当に素直な女の子です。なんかだんだんとこうウィッチーズが回を増すごとにこうちょっとずつ増えてって、いや今はすごくとっても華やかですね。バーッと女性がいますね。でもなんかこう女子校っていうよりは若干井戸端会議に近いようなこうノリで、私が最近一人暮らしを始めたんですけども、なんかそれでいろいろ坂本をやってる千葉さんに家事のこととかゴミの分別のこととかいろいろ聞いたのがきっかけで、結構そういう話になることがあります。なんかそんな感じでこうワイワイと、あでも時にはこう新しい香水買ったんだみたいな、いい匂いだねみたいな、なんかそういうちょっとおなごらしいような話もしつつ、だいたい男性がたまに赤城っていう船の乗組員とかこうたまにいらっしゃるんですけど、やっぱ隅の方でちょっと居づらそうになさっている感じです。百花繚乱、もうこれじゃないかなと思います。本当に女の子たちがこう一人一人一話ずつこう可愛い女の子たちにスポットが当たっていくんですけれども、やっぱ花ですよね。あでやかです。なんかあんまりこうあでやかな作品出ないんで、すごい嬉しいです。で私自身は何だろうな、一網打尽したいなみたいな、わかんないんですけど、なんかでもこれ悪者を一気にやっつけるみたいな意味らしいんですけど、なんか別に悪者とかじゃなくって、なんか気持ちは一網打尽でいきたいなみたいな、あとはまあ平平凡もわかんないですそんな感じで、はい。ちょっとはストライクウィッチーズのことが分かっていただけましたでしょうか。分かっていただけると嬉しいです。ですね、 DVD が9月の26日に第1巻が発売になります。ぜひ最初からね見ていただいて、本編の方はもうクライマックスに近いんですけれども、最初からぜひ順番に見ていただきたいななんて思います。特典でですね、これ回しもみたいですけど、そんなことないんですよ。特典でですね、姫声 CD っていうのがつくんですけど、これがかなりボリューミーで、こうあれやこれやあんなこんなことが収録されていますんで、そっちも楽しみにしていただけたらななんて思います。あとこれを言わなきゃなと思ってました。格好が、女の子の格好がちょっと際どい格好なんですけど、あれはパンツじゃないパンツじゃないを売りにしているので、はい、みんなズボンだと思って見てください。これからもストライクウィッチーズよろしくお願いします。